はい、ただいまですね、埼玉県は土岐川町の方ですね、自光寺というところに来ております。本日令和元年8月11日日曜日です。埼玉県知事選挙の4日目でですね、全63市町村を回るということで、土岐川町はこの自光寺に来させていただいております。山道をですね、今まで登ってきてですね、駐車場にいます。はい、現在地がですね、あの地図で、真ん中のちょい上の方に、あるんですけど、見えるかどうかちょっとわからないです。この通りですね、自光寺結構広いので、現在地から、本坊を目指してちょっと見てみようかなと思います。はい、この駐車場に許可なく3時間以上駐車した人は車はレッカー移動しますと書いてあります。あと結構怖いこと書いてありますね。自光寺書道建物建造物に貼った人、道具を持っている人は修繕費として下記金額を滞納していただきますということで、なんか札現金とかね、書いてありますね。滞納金100万円ということが書いてあります。というわけで行きましょうか。はい、本日はですね、西勝寺信也さんと小野沢さんと小野沢武史さん3人で、回っております。はい、西勝寺さん、運転大丈夫でした？山道の方を歩いていきます。ですね、本日10時過ぎに、蕨駅をですね、出発して、ようやく自光寺に着きました。時間はですね、14時43分。やっぱちょっとね、遠いというのと、あと道が混んでるのもあって、少し到着に時間がかかりました。はい、いうわけで、ここは建物に来ました。鐘をつくことができて、なるほどね。ここが本堂をお守り、本堂内販売中ということで、ここが本堂みたいですね。はい、あんまりカメラを回して建物の中に入るのはちょっと気が引けるので、とりあえず本堂まで来たので、自光寺の方はこれにて終了でいいかなと思います。はい、まだまだですね、この自光寺敷地結構広くていろいろあるんですけど、選挙中ということで、いろいろ各地を回る必要もあってですね、そろそろおいとまさせていただこうと思います。
というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。引き続きですね、本日、川越引き地域を回っていこうと思います。はい、埼玉県知事選挙に勝って NHK をぶっ壊す。ありがとうございました。